はい、どうも、アクザムライです。スタイリッシュで決めろ、ペアネタ2初見実況、パート4をやっていきたいと思います。チャプター5、水の大聖堂ですね。ここから続きやっていきます。おお、こういうところかな。何？スネークジン。うおぼうや、無茶するわね。ぼうや、ぼうや、起きなさい。ぼうや、起きなさい。知らずのガキ相手に随分慌てるんだな。あんたこそ敵か味方かわからない私を随分気にかけてくれるね。男ってのはそういうもんさ。確かに後先考えずに行動する男が私の友達にも一人いたね。そいつもきっといいやつだぜ。ちょっとスケベかもしれないけどな。さあ、行こうぜ。水の大聖堂はもうすぐだ。もうすぐだとは言うものの、調べる。なるほどね。よいしょーい。次。お、なんかある。グリーンハーブか。グリーンハーブじゃねえ。グリーンハーブはごめん、間違えた。グリーンハーブあれだ。あれだ。バイオハザードだ。何言ってんだ俺は。まったく。なんかいいアイテムみたいなの。お、なんかあった。なんだなんだなんだ。よっと。おお、レコード。魔王。すげえな、スネークウィディーン。よし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 。よっと。さあ、行きましょうか。お、ああ、逃げた。そう。
すげえ大阪の雰囲気。僕実際教会っていう教会は僕一回教会かな、チャペルか、ウィッチハートのかけら。まああそこにね、ゲイツオブヘルがあるんだけども、まあいいでしょう、とりあえず行こうか。お、なんかあった、なんかなんだな、なんだ、あ、手帳だ。地下基地、まあ後で見てみましょう。お、すげえ。どうすんのこれ。お、アクションポールダンスみたいな要領で回すんだね。おお、これポールダンス結構腹筋の能力使うからね。お、なんかやばそうなんでできた。痛みは刻むのペイン。今度は悪魔か。さっきまでの奴らとは違うな。あんたの友達か。そのはずだけど、今日はちょっとご機嫌が悪そうだな。なぜ魔界の連中が私を。何か裏があるはずだ。例えばこの世界を司る力に異変が起きた。さあ行こうか。わおわお、よいしょい。はいはいはい、わお、なんかヤバげ。で3、よし、おら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 、はい、クライマックス。危ない。おらら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 。よっと、大広間。いや、ここまで来たか。大広間まで来たら、一旦穴に落ちて、戻るんだ、一旦。確かに何かありそうだね。なんか使えそうなもの。わあ、なんかすげえ強いんだか弱いんだか分かんねえ。
これ嫌いか。よいしょーい。パーフェクト。うん、パーフェクトだ。うん。ごめん、何言ってるか分かんないね。で、一旦穴に落ちて、まあ、ゲイツオブヘルはあるんだけど、西の小部屋に、なんか、レコードがあるんだね。コブラか、これ。単なる蛇ではないな。小部屋っていうとどこだろうな。これか。で、魔王。よし。魔王の感じ全部ドイツ語なんですよね。そもそもオペラとかってなんかドイツ語とかそういう、おっと。ここだ。このてっぺんで橋が架けられるはずだ。確かだの？どうかな。素直じゃないのね。あんたの言うことに嘘はない。女の勘でわかるわ。そんな漫画みたいなことがあるかよ。あんたに俺の何がわかるんだ。少なくとも昔の私と同じ境遇だってことはわかるわ。何？私もずっと記憶がなかった。思い出したのはつい最近よ。あんたも？そう、俺には全く記憶がねえ。ただ俺はあの山フィンブルベトルへ行かなくちゃならない。それだけだ、俺の記憶にあるのは。かわいそうに、坊や。ママが恋しいのね。そんなんじゃねえよ。行かなきゃいけないと思うならそれを信じるのよ。私はそうしたわ。ヴィオネット、これ初めてヴィオネットって呼ぶんだね。行くぞ。さあ行こうか。ん？いや、あれもしよう。なんとなく覚えてる。え？あの時の坊主？あら、二人とも知り合いなの？どうやってここまで？みんなに評判のこのルカ様は、伊達に修羅場をくぐり抜けてきたわけじゃないんですね。言ったでしょ？後先考えずに行動する男がいるって。で、今回は何を調べてるの？まあ、いろいろな。例えば、早速うまい魚料理の店を見つけたぜ。イワシのムニエルが絶品だった。だけど一番のトピックは、このノアトゥーンに古くから残る言い伝え。その名もエーシルの伝説だ。エーシルの伝説？どんなおとぎ話なの？お前も無関係じゃないかもしれないぜ、ベヨネッタ。え？エーシルの伝説、それは世界の始まりに遡る。誰も知らない原初の世界、それがある争いが元で3つの世界に分かたれた。光と闇、そして混沌。その混沌の世界として誕生したのがこの人間界だ。やがて3つの世界には
それぞれに統治者が誕生した。もちろんこの人間界にもな。その神の名はエーシル。エーシルは山の頂上から長きにわたって静かに下界を見守っていた。彼の観測が事象を確定し、観測あるがゆえに世界はその存在を認められた。つまり観測者たる彼の目は世界を創造する神の力そのものだったんだ。だが彼は自我を持たない未熟な人間たちを憂い、自らが持つ世界を司る力を二つに分け、それぞれを人間たちに委ねることにした。光の右目と闇の左目だ。エーシルの神の目を二者に分かれて持つことで、人間たちに選択の概念が生まれた。世界を確定する二つの目で、人間たちは自らの道を選び、自我に目覚めていったんだ。かくして我々人類は考える足となって、偉大なる繁栄の大きな一歩を踏み出したのさ。神の目を受け継ぐ創造主として。その目、そう、すなわち賢者と魔女が司る世界の目だ。世界の目だが、その賢者の司る光の右目がこの世から永遠に失われた。最後の賢者の命と共に。世間を騒がせている天変地異は光の右目の消滅と関係があるのか。これからこの世界はどうなっちまうのか。俺はその真実を見届けたい。真実は常に一つ。それが俺の目指すもの。つまりあの霊峰、フィンブルベトルだ。なぜそんなことがわかるの？調べはついてるのさ。なんたってこの素晴らしく寛大でビール男のルカ様は。はい、すいませんね、長らくミュートしてましたけど。トーチャーアタック、お仕置きしちゃいまよーい。よいしょ、次ボスか。よいしょい。イエース。 OK。 うわー、まだ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 。おーちゃんアタック、お仕置き。うわー、マジ。よいしょー、よし、回復しておこう。シルバー、なんかでかいのが来た。くそ、やばいぜ。
ここからは別操作はベヨネッタではなくなるんだね。相手してる暇はねえ。先から逃げる。よし、よかった。わあ、結構食らう。ここでゲームオーバーになってたまるかよ。でスターはできるんだね。オッケーオッケー。よいしょ。余裕だぜ。プラチナ。あれをなんとかすれば。アクション。マダムバタフライイズカミング。やばいな。やば。それで全力。やば。まだまだね。あんしゃい。オラ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 、ソリア。やば。一体ずつ倒されてまずいなこれ。痛い。それで全力。遅い。甘い。スタイリッシュって掛け声なんだろうな。よいしょ。素晴らしい。ブロンズ。よし、これで終わりだね。水の大聖堂クリア。ブロンズだね。まあまあだな。よし。まあ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 。でも今のところなんだろう、ここまでゲームオーバーがないんですよね。ありがたいことに。で天空橋ですね。なんかそういう地名があるけど、まあそれ無視します。で終わる前にショップに行きます。レコードが完成したのでね。おっと、そいつは天使の歌声。まったくお前も人使いが荒いぜ。だが実は俺もこいつが楽しみでな。人間界でなまった体にはちょうどいい運動になるんだ。
それじゃあ向こうでたっぷり楽しんでくるぞ。中学の時の音楽の授業で聴きましたね、この曲は。あんなに魔界の奥深くへ潜ったのは久しぶりだ。こいつはきっといい仕事するぜ。はい、チェルノボーゲスカマヤン、さすが。はい、ということでここまでかな。まあ、武器も作れたし、一石二鳥、一石二鳥？なんか違うな。はい、ということでね、ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いします。次回は、チャプター6から続きやっていきますので、よろしくお願いいたします。また概要欄の方に他のリストもらってますので、ぜひチェックの方もよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。